皆さんこんにちは。非常識な人生を楽しむご機嫌高語録の時間がやってまいりました。今日はですね、大阪で先日、公演見に行ってきました。キュリオス、こちらの方と、非現実と現実の世界の狭間でというテーマで語ってみたいと思います。ですね、キュリオスいかがでしょうか。もうご覧になった方いらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、私シルクドソレイユは、見に行くのは2回目なんですけれども、キュリオスは初めてなんですけれども、私的にはこう大好物なテーマなわけですよね。現実と非現実の狭間でっていうところで、11111 4つ並ぶ欧米の方でですね、この時間にこう不思議なことが起こるっていう1分間の壮大な出来事スケールを表現した世界観が、今回のキュリオスということで、そうですね、エンターテインメントとしてでもですね、なんか噛んじゃった、非常に楽しめる内容でしたし、まあ、私自身は特にそうですね、コンサルティングをやっている時っていうのは、まあ、めちゃめちゃ現実感のある世界観で動いてはいてるんですけれども、同時にですね、まあ、表現者として、動くような時には、まあ、右脳の方、デザインの方ですね、そちらの方が優先されて動いていくような感じになるので、まあ、その2つを融合させながら、まあ、絡ませながらやってるっていうのが私のちょっとコンサルティングの特徴で変わってるところかなというふうに思うんですね。だからキリオスの世界観っていうのは、まあ、すなわち私が実際に今活動している現実の世界での世界観と非常にシンクロするところがあって、まあ、エンタメライブセミナーっていうのもね、私言ってたりするので、まあ、楽しくなければセミナーじゃないっていうような、まあ、そういう感覚とかもあるので、そのエッセンスを取り入れるためにもキュリオスっていうのは見に行く必要があったというか、まあ、見に行きたかった内容ですね。もちろん極限のサーカスですので、基本芸術的なサーカスなので、その世界観を表現するアクロバットですね、超技巧的人間技のアクロバットとかも素晴らしかったし、やはり演出ですかね、ストーリーがすごかったですね。音楽とかも良かったです。生演奏とかね、あったり、19世紀の産業革命の頃の時代の雰囲気を踏襲してやっているっていうこともあって、こうレトロモダンな感じの、小道具とか、その場面転換の時に、あと衣装もそうですし、まあ、なんで、まあ、ちょっと今日は別のものを撮るのがあったんでね、ちょっとこうクラシカルなレトロモダンの世界を表現するのにこんな衣装を着てたりしてるんですけど、非常にですね、刺激的で良かったなっていう内容でしたね。自分の中に落とし込むんだったら、まあ、もう一回見てもいいかなというふうに思う内容でしたね。その前の8月には、キングコングの西野さんのサーカス、これサーカスって私が書いたから、なんかみんな踊りを見に行ったみたいに、踊りっていうか、ね、本当のサーカスを見に行ったと思っていらっしゃるんですけど、サーカスは違いますからね。大人の学校、日本世界一楽しい大人の学校っていうコンセプトなので、なんだろうな、ビジネス的な、学びとかも含めた、それをエンターテインメントで見ているような、まあ、そういう感じのものなんで、最近私の中でこうキーワードついてるのがエンタメなんですよね。エンターテインメントであるべき。だから何でしょう、コンサルもある種のエンタメライブじゃないですか。その時のね、セッションでその方と一対一で話しているので、まあまあ、コンサルではそれなりに厳しいことも言ったりするんですけれども、基本的にはまあ一期一会、一瞬の、まあ、エンターテインメントだったらいいよねっていう感覚でね、やっていきます。今ちょうど来期の動きをいろいろやってる最中なんですけれども、衣装も含めてですね、まあ、コンサルタントだからスーツじゃなきゃいけないっていう概念はないと思ってるんですよね。どんな格好だったとしても、伝えることが真っ当ならそれでいいんじゃないかっていうふうに思っ
て、実際に私は真っ当なことを伝えていて、あ、楽しくね、楽しく伝えているつもりなので、まあ来期は、まあ、さらにスケールアップ、パワーアップして頑張っていく予定なんですけどね。まあ、そんなのを考えるために、多分今私はエンターテインメントとかライブ、あとはサーカス、現実非現実の融合とか、まあ、陰と陽、十五ね、柔らかい硬いとか、何かそういう相反するものの要素を一つにまとめていくっていうことをどうや やりたいっぽいのかなっていうのを、キュリオスを見ながら感じていました。人によってキュリオスのね捉え方は全然違うと思うんですけれども、私はやっぱり、その2つのものがね融合していく様を舞台、現実のものとしてそこに見せてくれる、非現実の世界を現実のものとして見せてくれるっていう、その感覚がねすごく、お気に入りでした。まあ、余談なんですけれども、大阪の中之島っていうところにそのキュリオスのね会場はあったんですけれども、そちらが終わった後、本町にホテルを取っていたので、囲碁橋っていうところから本町に行こうかなっていうふうに思って、テクテクね歩いている時に、コンラットの大阪を見つけまして、あ、そうだそうだ、去年オープンしたんだっけなと思って、行きたかったホテルの1個ですね。バーラウンジ40階に、まあ、スカイなんとか、名前忘れちゃった、スカイなんとかっていうのがあって、そこのですね、まあ、おつまみとお酒3杯がついたお得なセットがありまして、そちらの方夜景を見ながらキュリオスが終わった後、まあ、お酒も飲んでね、いい気分で酔っ払って帰っちゃったんで結構ねホテルに帰ってから9とかで3時間ぐらい寝てからお風呂入りましたかね、まあ、そんな生活を しましたけど、まあ、とても楽しい、不思議な、そして不思議な一夜になりました。そんなね、世界観をたまには、現実の世界で生きてる方は非現実を味わうために行ってみるのもいいんじゃないかなと思いまして、キュリオスおすすめです。そんなことを今日のタガゴロクではお伝えしてみたいと思いました。また感激とか感激見る感激ですね、まあ、そういったエンタメの情報とかもね、こんなところで感じたことと合わせながら皆さんにお伝えしていければなというふうに思いますので、またぜひ楽しみにしててください。それでは。